管弦打楽器専攻の主任教授を務めております宮野陽子です。専門はバイオリンです。管弦打楽器専攻というのは、名前の通り管楽器、弦楽器、打楽器を専門に学ぶ学生たちの専攻です。楽器の数も多いですし、学生の数も他の専攻に比べると倍以上の人数です。管弦打楽器専攻の学生はアンサンブルの大好きな人がとても多いです。オーケストラやウィンドオーケストラなど同型編成のものはもちろん、同族楽器のアンサンブル、異種楽器の室内楽も盛んに取り組んでいます。今はコロナ禍中のためアンサンブルをすることに規制がかかっていて、学生たちはちょっとストレスを感じています。東邦では6月から対面授業をしていますが、そのために3密を避ける、換気をする、消毒など厳しい規制があり、監視があります。きっとコロナが収束を迎えたときは、このアンサンブル熱が爆発することでしょう。音楽の教育の特徴の一つに、少人数制によるワントゥワンの細やかな教育で、学生一人一人をしっかり見守り、個性を引き出すことが挙げられます。学生たちの音大に入学するまでの経路や環境は様々です。早くから音大に進学してプロの演奏家になろうと準備してきた人もいますし、中学や高校の部活動をやっているうちにもっと専門的に音楽を学びたくなった人もいます。また熱心な指導者や音楽の先生の影響を受け、自分もそんな先生になりたいと思って入学してきた人たちもいます。ですから、入学してきた時の知識や技術はそれぞれ大きな違いがあります。そこをよく理解して、先生方は一人一人に合った、その人に必要な指導をしていきます。そして4年後に基礎をしっかり身につけ、自分なりの表現をした立派な演奏をするようになります。私は学生たちの演奏を聴くのが大好きです。成長した姿を見るたびに感動を覚え、また喜びでいっぱいになります。次に、この管弦打楽器専攻の大きな特徴をご紹介します。それは、アンサンブルの経験がたくさんできることです。入学して間もない6月にはもう、小中学生のための音楽教室で1年生も本番を迎えます。他の人と一緒に演奏するという経験は、コミュニケーション能力を養い、人を思いやる心を育みます。専攻のレッスンでそれぞれ演奏の基礎を身につけ、技術を高めながら、アンサンブルの授業では一人で演奏するときとは違ったスキルを身につけていきます。ソロの勉強とはまた違う角度から音楽を見つめるきっかけになり、視野も広がり、表現力に幅が出てきます。それでは、音楽で行われているいくつかのアンサンブル関連の授業を紹介します。1年生の必修科目に、オーケストラ、ウィンドオーケストラのためのベーシックという授業があります。ここでまず、日本人が西洋音楽をやるということについて考えさせられます。言語が違う、また生活習慣も違う国の人が作った音楽を演奏するとき、どんなことを意識して注意しなければならないか、皆さんは考えたことがありますか？そして、1年を通してアンサンブルをするために必要な知識と具体的な技術を学びます。次に、室内楽の授業のご紹介します。室内楽の授業は、前期は同族楽器アンサンブルという名称で、フルートだけの合奏、トロンボーンだけの合奏、弦楽四重奏などがあります。後期になると、異種楽器による室内楽に変わり、木管五重奏、金管六重奏、ピアノ五重奏など、さまざまな編成の室内楽を経験できます。同族楽器の時は、自分と同じ楽器という身近な人とアンサンブルを通し、人の音を聞きながら演奏するという耳の訓練をします。また、呼吸を合わせる、体や目を使って合図をするという基本的なスキルを身につけます。後期の異種楽器の室内楽では、他の楽器と演奏するときは、
相手の楽器の特徴を理解して一緒に表現するための技術を模索していきます。ここでは言葉によるコミュニケーションもとても大事な要素になります。そしてさらに大きな編成のオーケストラ、ウィンドオーケストラへと発展していきます。オーケストラやウィンドオーケストラでも各パートやセクションに分かれての分奏を念入りに行います。この授業での60人から80人が一体となって音楽をするという経験は大きな感動を生み出します。学生時代のこの感動は生涯忘れることがありません。この感動を味わうことができるのは、今お話ししてきたような一人で孤独に練習する時間、仲間と切磋琢磨して時には喧嘩しながら音楽作りをする時間、素晴らしい指揮者の下でその音楽性に触れ、またその厳しさに緊張感を感じながら精一杯の演奏をする時間、これらの時間を耐え抜いた人にこそ大きな感動を得ることができるのだと思います。生半可な気持ちでは体験することはできません。管弦打楽器専攻はこのようにソロ、室内楽、オーケストラの授業がそれぞれつながりを持ち、一貫性のある教育となるように意識しています。その教えを受けた先にある大きな感動を体験しに、その大きな感動を味わいに東邦音大に来ませんか？大きな感動は自分をも変えることができるかもしれません。ではまたお会いしましょう。